よろしくお願いします。はい、こんにちは、アフキチャンネルです。今日はですね、大江川長江ではなくて、大江川で釣りをする際に必要になってくる遊漁料300円なんですけど、それの年券を作りに、行ってこようと思います。場所は、海津市の、漁業組合さんの方で発券ができるので、そちらの方でやっていこうと思います。そうで、フキチャンネルが、ちょっと計算をしたんですけど、2021年の、土日祝が119日あります。で、それに300円をかけると35,700円かかってきます。で、土日だけ行くよっていう方は104日ありますので、300円をかけると31,200円で、土曜日と日曜日が、両方とも52日間でしたので、それに300円をかけると15,600円の、遊漁料がかかってきます。でですね、年券が5000円なので、約17回以上、大江川に長江する方は、年券を買った方がお得になってきます。はい、フキチャンネルは結構な回数行きますので、毎回300円を払っていると結構な額行くんですよ。なので、年券を、実際作ってこようと思います。その動画を撮ってこようと思いますので、皆さん、最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。大江川のすぐ近くです。駐車場は広いです。営業時間です。あ、おはようございます。あ、いいですか？あの、年券を買いに来ました。はい、思っていたより広いです。初めてです。あ、持ってきました。免許証サイズの証明写真が必要です。河川は大江川で、大江川で、はい、御三川のやつもここで作れるんですか？作れます。あ、そうなんです。御三川の年券も作れるようです。大江川だけでいいです。はい、あ、うん、ここに住所と名前、はい、住所と名前を記入していきます。じゃあ写真を。あ、はい。はい。はい。年間どれぐらいの人がその免券を持ってるんですかね。はい。160人、うん、そんなにいるんですか？大体120人ぐらいなんですけど、今年は特にそれこそコロナのね、やっぱこう外で年間120人くらい年券を購入しているようです。ほう、小湯川では釣りされてたんです？あ、そうですね、ずっとほぼ毎週来てますね。毎週？はい、あ、でも年券の存在は知らなかった？いや、知ってたんですけど、毎回300円払ってて、その来る回数によって、その年券買った方がお得じゃないですか。そうや、そう。17回ぐらいですよね。はい、お待たせしました。あ、もうこれで出来上がりですか？これで、はい、今日から1年間、はい、はい、5000円です。
そうかそうか、はい、です。出来上がりです。はい、年券の方を作ってきました。5分ぐらいでできましたね。早いです。で、これが年券です。で、ここに大江川、中江川、長良川のみと書いてあるので、ここで、釣りをする場合はこの券が有効になってきます。で、五山川で、年券が欲しいよっていう方も海津漁業組合さんの方で、対応しているみたいなので、作りたいよっていう方は一度行ってみてください。漁業組合さんの方が、平日の9時から15時までしか営業していないので、それでちょっと行けないよっていう方は、郵送でも対応しているので、その場合は、この概要欄の下の方に、やり方とか説明とか載せておきますので、そちらの方ご確認ください。で、あとですね、遊漁料の方を徴収に来る監視員さんの方にも、証明写真と免許証サイズの証明写真と、年券の5000円と、あと、住所と名前を書いたメモ帳、メモを渡せば、後日漁業組合さんの方から、年券が郵送されてくるみたいなので、もしよかったら、そういうやり方もあります。あとはですね、ゴミ問題とか迷惑駐車とか、いろいろ問題とかありますけど、釣り人アングラーの、ルールやマナーモラルを守ってフィールドで、釣りをさせてもらってるっていう、気持ちを持ってですね、楽しく釣りをしていきましょう。はい、今日は最後までご視聴ありがとうございました。またふきチャンネルよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。